本日皆様に楽しんでいただくのは、多摩の魅力、二大フードツーリズムということで、沢の上で有名な小沢酒造様と大玉ハムさんを始まってもらうというライブオンラインツアーになります。本日の5時からスタートしまして約90分の番組として、楽しんでいただければなというふうに思っております。はい、こちらで VTR が流れてきたと思います。これは青梅駅ですね。まず皆さんに私どもがどこに今いるのかっていう説明からさせていただくと、東京都の多摩地区の北西部に位置する青梅市というところになります。人口が13万人、今青梅駅の映像出てますけども、非常に町づくりの中で映画を取り入れた、町づくりをされてますので、青梅駅自体もいろんなこう、看板とかが点実施でありましたね。改めまして皆さんこんばんは。小沢酒造、沢の井を作っております、小沢美希夫と申します。少し自己紹介も兼ねてなんですが、東京の青梅ですね、先ほど紹介ありました、場所で、1702年創業でお酒を作っております。私でですね23代目ということになりますので、長い間ですね、この東京の青梅という町で、日本酒沢の井を作らせてもらっております。本日皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、創業が元禄15年となりまして、1702年なんですけれども、300年前ですかね。歴史の教科書で見ていただくとですね、赤穂浪士の討ち入り忠臣蔵、辺のタイミングから、この青梅でお酒作りをしていると思っていただくと分かりやすいかなと思います。